テンスラコラボ。どうも皆さんこんばんは、かかととでございます。はい、現在ですね、まあ YouTube とか Twitter でテンスラコラボ来るんじゃないのかとかなり盛り上がっていまして、まあ、実際にテンスラコラボは来るのかちょっとかかととなりに考察していこうと思います。かかとと、さあということで早速予想していくんですけれど、まずはですね、なぜテンスラコラボが来るんじゃないのかと言われているかでございます。まあ一番の理由はですね、まあプニプニの運営さんがツイッターでね、毎回かわかんないんですけど、まあプニの紹介をするという、まあ、感じのツイート企画かわかんないけど、まあやってて、それの3日前がこれなんですよ。まあ転生キャラ法みたいな感じで、でその次の日に出たのがこちら、また転生キャラで、25日の、まあ、何出てるかは知らないんですけど、今かかととが収録時でやっている最新話のツイートがこちら、また転生キャラと。で、夏休みに入って結構暇なユーザーが増えてきて、で、最近コラボも来ていない。ということは、テンスラコラボ来るんじゃねえということで、まあ、ツイッターとかで盛り上がっているんですけれども、まあ、正直かかととの感想としては、まあ、ゼロではない。まあ、プニプニって、まあ、そこら辺の最近人気になってきたアニメっていうのはちょっとあんまりコラボはしない傾向にはあるんですけど、でも東京リベンジャーズとかエヴァ、最近だとコノスバとかかな。まあ、これは絶対に失敗はしないだろう、こけないだろうっていうビッグタイトルでは結構コラボする傾向があるんですよ。となると、テンスラは絶対にないとは言い切れないんですよ。別に他の作品でもそうなんですけど、まあ、でもこれまでの傾向からしたらテンスラのコラボの可能性はあるよねっていう、まあ、お話でございます。まあ、これまではねテンスラのコラボの可能性がある方面で話してきたんですけれども、まあ、もちろんね、ただ転生キャラのあれが3日連続で来たっていうだけで、まあ、テンスラはおかしいんじゃないかという意見ももちろんありましてですね、まあ、運営さんもねちゃんとビジネスとしてプニプニというゲームを動かしている。建前上ユーザーが減ってきた、でも転生コラボを出しとけばなんか勝手に考察で盛り上がるんじゃねっていう、まあ、話題作りのために転生キャラ3体出しただけという可能性も全然ありまして、まあ、これでね次回テンスラのイベント来るかもしれないから今のうちにやっとこうぜってユーザーが増えたら、運営さんからしたら広告費ゼロで勝手にユーザーが増えるっていう、まあ、そういう流れができて、でもしテンスラのコラボじゃなくっても別に運営さんはテンスラコラボが来ますよって言ったわけでもないと。でそれでテンスラコラボじゃねえじゃんって叫んでる人がいても、まあ、それはプニプニの話っていう、なんていうの、一個の宣伝、まあ、知ってもらうきっかけになるっていう、まあ、運営さんがうまうまな思いをするための戦略かもしれないです。まあ、ただね3日連続転生コラボキャラの紹介しただけなんですからね。まあ、結論としましてテンスラコラボは来るかもしれないけど期待せずに、まあプニプニ、今のプニプニのイベントをやるのが一番いいかなと思っております。